イクティネオアイはナルシス・ムントリオルによって1858年から1859年に建造された潜水艇である。潜水艦黎明期に登場した先駆的な潜水艇であり、またイクティネオ2の前型である。カダケスに居住していた頃、ある日、ムントリオルは産後収穫作業員の死を目撃した。それにより彼は水中を航行可能で、 潜水婦が安全に作業できるような船、すなわち潜水艇という構想を思い立ったのであった。だが、その構想は、周囲の嘲笑の的となり、また彼にはそんな船を建造するための資金もなかった。そのために、構想は12年間、実現されないままでいた。だが彼の友人は、その構想は生かすべきだと彼を説得した。また友人や一般大衆などから、 十分な資金も集まった。そのため、ムーントリオルは潜水艇の開発、建造を決意したのであった。ムーントリオルは潜水艇をイクティネオと命名した。イクティネオとは古代ギリシア語の、魚と船の二語を合成した単語であり、魚のような船という意味になる。なお、本体、イクティネオは、後継のイクティネオ2と区別する場合には、イクティネオ I と呼ばれる。 ムーントリオルは流体力学的観点と相打性の上で最も理想的な船体形状は魚体形状であることに気づいていた。だが、耐水圧性においての最適船体形状は球体形であった。それゆえに彼はこの二つを内部で組み合わせた。内部耐圧核は楕円型とし、外核、そして内核と外核の間の空間にはバラストタンクなどの装備が設置された。 1857年9月にバルセロナに帰ってきたムントリオルは1万ペセタの資本金で潜水艇に関する営利団体マンチョリエル本土アルタディール YCIA を創立した。そして1858年にその計画に関する科学的論文をイクティネオまたはウオブネの名で発表した。1859年6月28日。 イクティネオ初公開への準備が整ったムントリオルは、イクティネオをバルセロナ港へ浸水させた。だが不運にも、イクティネオは水中の杭に衝突して一部が損壊してしまった。損壊箇所を完全に修理するには資金が足りなかったので、とりあえず被害を受けた幻想、外殻、バラストタンクのみが応急修理され、最大先行振動を20メートルまでに制限することで対処された。 1859年の夏、ムントリオルは、商売仲間や造船所作業員らと共に、イクテネオに乗り込み、20回以上の実験を行った。彼は、次第に先行振動を増加させていき、やがて制限振動の20メートルに達した。実験により判明した事柄は、耐圧核内部酸素のみを使用した場合でも、乗組員は2時間の先行が可能であることと、 彼らの忍耐力次第で圧縮酸素と二酸化炭素正常期の利用時間を倍増できるということであった。また、イクティネオの操縦性は良好であることが判明したが、人間の筋肉による動力では、その最高速度は失望的なものに過ぎなかった。イクティネオは、約50回の選考の後の1862年1月、港に闘病中に、 貨物船に激突されて破壊されてしまった。その後、より改良されたイクティネオ2が後継として制作された。現代ではバルセロナにある海洋博物館にてイクティネオの複製模型が展示されている。ムーントリオルは当初、耐圧核を強度のある金属で製造しようと思っていた。しかし、十分な予算がなかったので代わりに、 船体構造材には材木を使用した。父親が木だる製造業者だった関係で、彼は木材に精通していたのが幸いであった。イクティネオの耐圧核はオリーブの木で建造され、それが多くの輪で支えられ、それが2ト、mm、ルの銅板で覆われていた。その寸法は全長4 0ル、全高2 0ル、全幅1 0ルであった。ムーントリオルの計算では、 本体は完全状態なら、震度500メートルまで耐えられるはずであったが、安全上の理由から、最大先行可能震度は50メートルに設定されていた。流線形状の外部角は、全長7.0メートル、全高2.5メートル、重量10トンである。数個の厚いガラス窓が、側面、上面、干渉に設置されていたが、これらは、 円水台上に成形されており、水圧を利用して窓板を窓穴により強く固定し、空気漏れを回避した。四つのバラストタンクは内角と外角の間にある注水区画に設置されていた。二つは前方、二つは後方に位置し、これらは便により水、空気の注入量を調節することで制御されていた。一万一バラストタンク系統が故障した場合でも、 浮上可能なように、本艇には緊急装置が装着されていた。緊急装置は外部に装着された2個の大重量装着物であり、これを先行中に投棄すれば浮力が増加し、浮上が可能となる。またこの大重量装着物は重心調整装置の役割も兼ねていた。これを潜水艦外部金属鉄条を前後に滑らせることで、艇の重心を変えることを可能とした。 推進装置は手動クランクで駆動されるスクリュープロペラであった。イクティネオには空気清浄装置が装備されていた。この装置は体内の二酸化炭素を水酸化カルシウムに吸収させることで二酸化炭素濃度の増加を抑制する仕組みであった。また酸素発生装置も考案されていたが、これは原料に硫酸を使用するため危険性が高いと判明した。 内部照明装置には、ろうそくが使用された。これは、低内酸素濃度を知らせる、警報装置の役割も兼ねていた。このろうそくの火が赤くなれば、酸素濃度が低下している、ということの印である。ありがとうございます。